じゃあ次に捻挫の治療方法ですね。捻挫をしてその後の後遺症ですね、後になって痛むという時のその捻挫の治療法ですけれども、ここに外くるぶしに沿ったこの帯状の靭帯に出ます。ですからこの外くるぶしに沿ってこういうふうに掴んでいけばいいんです。こういうふうに外くるぶしに沿っていいですか、外くるぶしに沿って、それでだいたい1箇所か2箇所なんですね。例えばこういう硬くなっているところ、これが痛い、その痛みです、この痛みですって言ったらここがポイントです。ですから外くるぶしに沿ってポイントを見つけてあげるということですね。はい、じゃあ次にかかっ、あの足の裏行きます。先ほどのアキレス腱のね、アキレス腱の、はい、こっちから